お腹周り、下腹部、腰肉、痩せない女性は腹筋より先に股関節ストレッチやりましょう。腹筋の筋肉量に対して股関節周りの筋肉量は17倍も多いんです。だから先に股関節周り大きい筋肉柔らかくして代謝を上げてから腹筋やった方が効果倍増します。でも子供の頃から股関節硬いんだよねって人も安心してください。1回で変化が出ます。10万人以上の方が登録しているズボラストレッチの無料の公式 LINE 登録するとプレゼントが多数あります。早く痩せたい、どの動画やったらいいかわからない、姿勢を良くしたい、食事どうしたらいいかわからない、そんな方は概要欄の固定コメントから LINE 友達追加してもらうと、悩みが解決されるコンテンツ多数無料でプレゼントします。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。開脚、まずできるとこまでしましょう。無理ない範囲で大丈夫です。いけるとこまで開いたら前に倒れましょう。内もも伸びる感じあると思います。ゆっくり無理ない範囲で前倒れましょう。理想は120度以上開いて肘が床につく、さらにおでこが床についたら最高です。僕もね、今90度ぐらいしか開かないので、できない方大丈夫です。一緒に柔らかくなりましょう。呼吸は止めないようにしましょう。で、最後にも開脚やって、1回で開脚の変化、股関節周りの柔軟性アップした変化が実感できるようになってます。一緒に頑張りましょう。 OK。 そしたら次は右足だけ伸ばしておいて、なるべく股関節開きましょう。そのまま体を正面に倒します。しっかりつま先を真上向ける、戻す、真上向ける、戻す、見えますか？しっかり真上向けて戻す。体を前に倒しておきましょう。内もも伸びてれば OK です。もうこの股関節付け根からしっかり動かすイメージ。倒す、真上向ける。呼吸止めないようにしましょう。余裕があればどんどん体前に倒しておきましょう。よし、OK。次、逆足いきます。左足を伸ばします。なるべく股関節開きましょう。そのまま真正面に体を倒します。で、つま先、真上向ける、戻す。真上向ける、戻す。これを繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。内もも伸びてますか？ゆっくりでいいので、つま先、真上しっかり向けましょう。呼吸止めないで。これ全然スピード重要じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすってことが大切なので、しっかり体を前に倒してつま先真上向ける。頑張って、あと1回しっかり上向けて OK。 そしたらあぐらみたいな感じにして、右足を左こっちに持っていきます。この足をお腹にグッとつけましょう。右のお尻伸びてくると思います。なるべくこの右足をお腹につけてピンと背筋張る、胸を張るとより右のお尻伸びてきます。きつい人は右足この辺でもいいです。右のお尻を伸ばすことが目的です。伸びてれば OK です。呼吸は止めないで、あんまり肩ね、こうやって力入りすぎないようにしましょう。右のお尻伸ばすことがこのストレッチの目的です。よし、 OK。 足逆にしますよ。左足を右こっちに持ってきます。で、両手で左足を抱えます。左のお尻伸びると思います。体を足に近づけるんじゃなくて、足を体に近づけましょう。なるべくピンと胸を張りましょう。この頭をね、誰かに上から引っ張られてるイメージでピンと背筋張っておくとすごい伸びてきます。無理しないでくださいね。もしきつかったら再生速度を調整したりしてください。再生速度変え方わからない方はこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。自分のペースやっていきましょう。 OK。 次、もう一回右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒していきます。右の裏もも、膝の裏伸びれば OK です。余裕があれば手でつま先つかみましょう。空いてる手で膝曲がらないようにしましょう。硬くてつかめないよって方、もちろんこれぐらいでも OK です。裏もも、膝の裏伸ばすことが目的です。膝は曲がらないように空いてる手で押さえておきましょう。呼吸は止めないようにして、肩ね、こんな変な力入らないように意識しましょう。裏もも、膝の裏を伸ばすことが目的です。 OK。 逆足いきます。左足を伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏伸びれば OK です。余裕があれば左手でつま先つかみましょう。空いてる手で膝曲がらないようにしましょう。
呼吸は止めないようにしましょう。もしきつかったら各種目最後の10秒サボってもいいです。再生速度調整してもいいし、一回停止してもいいです。自分がね、完走しやすいように自分のペースやっていきましょう。で、あと呼吸よく質問いただくんですが、そんなに深く考えずに呼吸を止めないようにだけ意識してればそれで十分 OK です。OK。 そしたらちょっと一回足伸ばして手床につきましょう。右の股関節大きく外回し、反時計回りですね、していきましょう。ゆっくり大きくです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的です。早く回すことは目的ではないです。ゆっくり大きく。で、股関節ゴリゴリ鳴るよって方は痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある場合はゆっくり小さく、痛みがない範囲で行っていきましょう。呼吸は止めないようにして、普段動かさない範囲で大きく回しましょう。 OK。 次、逆の左股関節いきますよ。手は床についたまま左股関節大きく外回し、時計回しですね。ゆっくり大きく回しましょう。こっちも痛みがなければ大きく回しいいです。痛みがあったらゆっくり小さく、痛みない範囲で行いましょう。で、全然余裕だよって方は手をね、床から離してこうやって上半身キープすると腹筋、体幹のトレーニングにもなりながら股関節ストレッチができます。かなりきつい。呼吸は止めないで。よっしゃ、 OK。 じゃあ次はこんなあぐらみたいな感じにして右足ちょっと前に出しましょう。こんな感じです。で、そのまま体真正面に倒していきます。右のお尻伸びる感じあれば OK です。伸びますか、右のお尻。いまいち伸びないよって方、この右足もうちょっと前に出して体を倒してみたりとか、手をもっと遠くに伸ばしたりとか、斜め前に手を伸ばしたり、いろんな方向にやってみると、あ、ここ伸びるなーって位置があると思います。逆に足を手前に引いてもいいと思います。自分が右のお尻一番伸びる角度探してみましょう。 OK。 逆足いきます。左足を前に出します。こんな感じです。で、このまま体を正面に倒していきます。左のお尻伸びてれば OK です。伸びますか、左のお尻。ちょっと足を前に出してみたり、手を前に伸ばしたり、斜め前に伸ばしたり、自分が伸びる位置探しましょう。これね、どうやって伸ばすのが正解ですか、いまいち伸びませんって言われるんですけど、大臀筋ってお尻の大きい筋肉でいろんな方向に筋肉ついてるので人によって硬い角度が違います。なので、ね、いまいち伸びない方、いろいろ試して探す方向、伸びる方向探してみましょう。よし、 OK。 そしたらあぐらみたいにちょっとね、足楽にして大丈夫です。で、右手右肘床について左手万歳です。左の脇の下、脇腹あたり伸びてくれば OK です。指先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすイメージです。呼吸を止めないようにしましょう。斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとか、いろんな方向でね、あー、この角度伸びるなーって位置を自分で探しましょう。これも大きい広背筋って筋肉なので、どの方向が正解っていうのはないです。皆さんが脇腹、背中あたり伸びてればそれで正解です。 OK。 逆側いきます。左手左肘床について右手万歳します。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。脇腹、脇の下、この辺伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。肩、腰、痛みがある方は痛みない範囲で行っていきましょう。この動画の最初に腹筋よりも股関節ストレッチだって話をしたんですけど、もちろんね、腹筋の前に必ず股関節ストレッチやらなきゃいけないわけじゃないです。その方が効果的ってだけです。一番大切なのはズボラストレッチを習慣にすることなので、皆さんがね、やりやすい組み合わせでぜひやってみてください。 OK。 そしたら次は、右足を前に出して左足を右、こんな感じで持ってきます。で、右手で足を抱えて上半身左にねじります。左のお尻伸びれば OK です。大丈夫ですか、ついてきてますか。右足を、ごめんなさい、左足を右手で抱えてます。上半身は左へねじる。
わからなかったら再生速度調整してくださいね。巻き戻ししてももちろん OK です。こう乾燥することが大切なプログラムなので、途中でね一回止めたりしてももちろん OK です。呼吸だけ止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆側いきます。左足伸ばして右足を左へ持ってきて、左手で右足抱えて上半身右にねじります。空いてる手は床ついちゃっていいです。右のお尻を伸ばしながら上半身を右にねじってます。僕もちょっとねここ 2,3 日撮影してなかったので体がかなり硬くなってます。皆さんもねちょっと何日かズボラストレッチサボるとすぐ硬くなったなっていうのがね分かるんじゃないかなと思います。呼吸止めないようにしましょう。きつい意外と。おっしゃ、オッケー。次は右足こんな感じで伸ばしましょう。で、右の内もも両手でマッサージしていきます。こう付け根から膝下あたりまで内もも揉んであげてほしいんですが、あくまで痛気持ちいいぐらいでやりましょう。で、大体の人が付け根硬いと思うので、付け根重点的にやると良いんじゃないかなと思います。で、これねこうマッサージ屋とかでもそうなんですけど、なんか強くやればイコール効くって思ってる方がいるんですけど、そんなこと全然ないです。痛気持ちいいぐらいで、で肩ねこう変な力入りすぎないようにして、内もも痛気持ちいいぐらいで揉みましょう。よし、 OK。 そしたら右足伸ばしたままですね、股関節なるべくこう開いて真正面に体倒していきます。右の内ももをストレッチで伸ばします。伸びますか、右の内もも。体ゆっくり前倒しましょう。で、つま先なるべく真上向けた状態でキープしましょう。硬くてつま先真上向かないよーって方は倒れてもいいです。内もも伸びてれば OK。 多少膝が曲がってもいいです。体が前に倒れない人はこれぐらいでも OK。 内もも伸ばすことが目的です。呼吸は止めないようにして、再生速度調整したり途中でサボっていいですからね。やりやすいようにやりましょう。 OK。 次、逆左足です。左足伸ばして左の内もも両手でマッサージしていきましょう。痛気持ちいいぐらいで、僕はこうやってわしづかみしてます。こうつまんでもいいし掴んでもいいし、自分がね痛気持ちいいなーってぐらいで揉みましょう。こう筋肉の外に筋膜ってついてるんですね。イメージとしたらウインナーの外側のパリパリの皮みたいなイメージなんですけど、パリパリの皮が硬い状態で中の肉を伸ばそうとしても伸びないので、こうやってねマッサージ入れてから伸ばすと効果的です。だからね、僕マッサージ動画よくお勧めしてるんですが、すべてのストレッチの前にマッサージ動画やるとすごい効果的です。 OK。 じゃあこれで股関節なるべく開いた状態で体を正面に倒していきましょう。左の内もも伸びれば OK です。つま先真上向けるとより伸びてきます。もちろんこんなに前に倒れなくても、つま先上向かなくても左の内もも伸びてればそれで OK です。呼吸は止めないようにしましょう。僕が各種目でここ伸びてれば OK って言いますので、それができてればね多少フォームが違くても全然問題ないです。OK。 よし、一回戻します。あぐらとかね楽な状態で座りましょう。後頭部で手を組んだら、そのままおへそを覗き込む、ゆっくり反らせる、おへそを覗き込む、ゆっくり反らせる、普段動かされない範囲で背骨を丸める、ゆっくり反らせる。呼吸は止めないようにしましょう。これ肩腰痛い方無理しないでくださいね。余裕がある人はちゃんとおへそ覗き込んでゆっくり反らせる。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲まで動かすことが目的です。しっかり丸めて、よし、 OK。 皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？よし、そしたらもう一回後頭部で手を組んで、このままおへそを覗き込みましょう。首の後ろとか肩甲骨、背中、腰にかけて伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。首が硬い人は首が伸びるし、背中肩甲骨が硬い人は背中肩甲骨が伸びます。首から背面にかけて伸びてればそれで OK。 きつかったら一回戻してもう一回丸めても OK です。
よし、オッケー。そしたら、両足一回伸ばして、手は床についたら、片足ずつ高く上げましょう。前ももをお腹につけるイメージです。高く上げる。スピード勝負じゃないです。普段上げない範囲までしっかり高く上げる。しっかりゆっくりですよ。高く普段上げない範囲まで上げる。余裕があったらこれも手を離しちゃうと、体幹トレーニングしながら足の上げ下げ。きつい。これはきついな。ちょっと無理だ。きつい。頑張って。呼吸止めないようにして。よし、オッケー。ちょっと休憩の種目です。楽な体勢、あぐらでも長座でも、正座でもいいです。座ったら首大きく回しましょう。左回ししたり、右回ししたり、ゆっくり大きく回す。で、普段運動不足でね、いきなりこうやってストレッチやると頭痛くなっちゃう方いるんですけど、そういう方はね、無理に首回さなくていいです。完全に酸欠状態なので、深呼吸して休憩してましょう。余裕がある人はこうやって首を大きく回す。目回らないようにね、左右交互に回すといいんじゃないかなと思います。よし、OK。そしたら一回、体育座りみたいにしましょう。体育座りみたいにしたら、左足を右足、こんな感じで乗せます。で、なるべくピンと胸張って、左のお尻伸ばします。余裕があれば、この右足を引いて、足と胸を近づけると、より伸びてきます。きつくてできないよーって人は、ちょっと足伸ばした状態で、左足を右足乗せて、こんな感じ。これでも十分左のお尻が伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。左のお尻が伸びてれば正解。なるべく胸張りましょう。よし、OK。逆足いきましょう。この体育座りの状態から右足を左足に乗せます。で、なるべくグッと胸を張ります。右のお尻が伸びてれば正解です。なるべく右足と胸を近づけるとよりお尻が伸びてきます。きつかったらこうやって緩めて OK です。どれが正解ってよりも右のお尻が伸びてれば正解です。呼吸は止めないようにしましょう。皆さんついてきてますか？もしね、ペース早すぎるとか、ついていけないよって方、コメントで教えてください。僕次からね、どんどん修正しますので。よし、OK。そしたらもう一回、開脚しましょう。きつい方、再生速度調整してもいいですからね。じゃあ、無理ない範囲で開脚したら、つま先を内、外にしっかりねじる。内、外。きつい。手は、こうやって床ついててももちろん OK です。しっかり内外、この股関節付け根からねじるイメージ。余裕が出てきたら、ちょっと広げてもいいです。きつい。きつい。この後一緒に開脚、再チェックしましょう。どれぐらい股関節柔らかくなったか。よし、OK。最後一緒に開脚しましょう。結構きつかったっすね。よし、やりましょう。開脚いけるとこまで開いて、前に倒れます。いや、僕はやっぱ硬いですけど、さっき90度ぐらいだったのが、100度、110度ぐらいまで行った気がします。皆さんはどうですか？開きましたか？理想は120度開いて、前に倒れて、肘、おでこが床ついたら最高です。そこまでね、できるように、最終的に一緒に頑張りましょう。きつい。で、この動画で物足りないよって方は、この動画の後にやるとおすすめな腹筋とか足痩せ概要欄貼っていくので続けてやっていただければと思います。あとツイッターインスタも毎日更新頑張ってますのでぜひフォローお願いします。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分に拍手しましょう。もしこの動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。